皆さんこんにちは、ディアナです。何ヶ月か前にドイツに住んでるウクライナ人の友達から小包もらったけど、で私もこれのお返しってことでその友達に小包を送ろうと思ってて、でよく外国人に何あげたらいいんですか、何あげたら喜んでくれますか、でフォロワーとか視聴者から聞かれたことあったから、まあちょうど荷物送るから実際に買って外国人目線で日本のこれあげたらいいんちゃうと思うものを紹介します。まあ私も一応外国人やから、外国人喜ぶものはなんとなくわかるから、海外に女性の友達いて、これからなんか送ってあげようとか、いつか送りたいとか、思ってる人の参考になればいいかなと思います。じゃあ早速紹介していきます。まず小包を送る人って誰って簡単に言ったら、留学した時の友達です。今年友達から誕生日プレゼントもらったから、返しに小包を送ろうと思います。まず抹茶のお菓子。お菓子って別にどこでも売ってるけど、抹茶の味は海外にあまり売ってない。だから日本のなんかの味のお菓子を送るとき、日本しかない味とか、珍しい味とか選んだらいいんちゃう？あと日本っぽいデザインのお菓子を送ったらいいんちゃう？富士山とか、キチちゃんとか。ということで、これは選びました。はい、次は牛乳石鹸。なんか友達は留学した時自分の友達のために買ったらしいけど、結構肌にいいらしくて、でその友達の友達のためにその時買ってたから、じゃあ私の友達も喜ぶんちゃうと思って買いました。まあ私はこれ店によく見かけるけど自分も買ったことないけど、まあけどパッケージは結構昭和っぽくて可愛いからいいんじゃない。まあ石鹸だけ送ったらちょっと可愛そうけど、まあいろいろ送るから大丈夫。はい、次ハンドクリーム。まあプレゼントの定番やからあったらいいんちゃうと思って買った。しかも値段もちょうどいい。私は実は今年誕生日プレゼントとしてめっちゃいっぱいハンドクリームもらって、多分次の5年ぐらいもう買わんでええ。だから私もハンドクリームテロをしようと思って買った。にゃはは。はい、次はおでこに貼るプルプルのやつ。なんかこれって全然意味ないってどっかの記事で見たことあるけど、私これコロナの時初めて使ってめちゃくちゃ良かったから、これ家にあったらええやんって思った。これってロシアとか全然売ってないから、多分ヨーロッパも売ってないと思うから、日本のお土産として一番いいと思う。なんかこれ中国人の爆買いランキングに入ってたから、じゃあ中国人の中で人気あったら他の外国人の中でも人気なりそうやからこれ買った。まあロシアに熱の時ただ薬飲んでるだけ。おでことか首とか冷やすとか何もしてない。はい、次はバーブ。バブバブ。多分こういう炭酸出るやつって海外にも全然あると思うけど、あともうちょっと隙間あるからなんか入れたいなと思って隙間に入りやすいやつ買った。そのまま空気送るよりバブやろ。クッキーとか入れたら味落ちそうやし、でもクッキーぐらいのサイズの食べ物じゃないやつってバブしかないやん。知らんけど。次はこれ。日本ってグミの種類めっちゃ多いから悩んでたけど、これが一番うまい。なんかロシアとかアメリカとか海外のグミってさ、食べたら味はただの砂糖やん。体に悪そうな色してるし、今日日本のグミってちゃんとめっちゃ自然な味してるし、色も変な色ならんやん。だから体に多分そんなに悪くないし美味しいし、まあ食べ過ぎたらデブなるけど。あかんで。日本ってさ、どこでもアメリカのこのアメリカかな売ってるやん。めっちゃ硬いし歯抜きそうやし、味もそんなに美味しくないし、実際日本のグミの方がええやん。なんだよな、ご了承されてる。意味わからんやん。次はディオールのリップ。これは無難やけど、とりあえず誕生日プレゼントの定番やから入れてみた。はい、次はフェイスマスク。これは女性ならずっと喜ぶと思う。特に東ヨーロッパの女性、美意識高いし、何枚もらっても絶対困らん。これ私のおかんも日本に来たらいつもめっちゃいっぱいフェイスマスク買ってる。女性やったら年齢関係なく嬉しいと思う。それの怪物も喜ぶ。はい、次は生姜とかわさびのすりおろし。これでももらってもあまり嬉しくないな。だからみんなは送らん方がいい。私これなんで買ったやろ。なんかちょっと前にお母さん来てた時、これ見つけて、え、これめっちゃいいやんって言ったからすぐに買って、じゃあ友達も結婚してるし、料理作ってる時使えるんちゃうと思って、安かったし、で日本産やし、質はめっちゃ良さそうやったから買ってしまった。まあこれも空気を送るぐらいならすりおろした方がええやんと思って買った。まあ絶対喜ばんランキングナンバーワン。今日正直言ったら私これもらったら嬉しいよ。まあ最近家に料理全然作ってないけど。はい、次は目薬。ちょっとホロホロしていい？日本の目薬めっちゃいい。涙止まらない。
あ、ごめん。これ目薬やった。っていう冗談置いといて、日本の目薬、ガチでいい。いつもロシアに帰ってるとき、おばあちゃんとかお母さんに、めっちゃいっぱい目薬買って、持って帰ってる。なんか、目薬ってめっちゃ種類多いけど、私はこれ選んだ理由って、実はいつも同じシリーズの別色のやつ買ってる。いつもドライアイやから、朝にこれつけんと目開けられ。私って昔にレシックされたことあるから、目ずっとドライアイやから、目薬つけんと、ガチ朝に目開けられんから、これないと、生きられん。だからたまに朝に目開けれないとき、二度寝するときある。目薬どこ？どこ？目開けられんから、迷わ。寝よ。みたいな感じ。はい、次は、メグリズム。これ私もたまに使ってるけど、めっちゃいい。目疲れてるとき、もしくは寝る前につけたら、もう爆睡する。温度がちょうどいい。私は真っ暗じゃないと寝れないから、これはないとき普通のアイマスク使って寝てるけど、たまに贅沢したいときこれ使ってるけど、マジ。ちなみにロシアとか見たことないから、絶対もらったら嬉しい。はい、最後はチョコレート。まあ、箱は入るかどうか知らんけど、一応買った。ポッキーってさ、めっちゃ海外に人気やから、味も美味しい。絶対みんな喜ぶと思う。日本の商品売ってる店に売ってると思うけど、値段ぼったくれやから、日本からもらったら嬉しいと思う。まあ、全部紹介したけど、入るかどうかわからんから、ちょっと心配。あー、アイコートは入らんやん。うん。パンパンやん。ちょっと最後まで閉められんけど、まあ、いけるんちゃう？閉められる。で、最後は、はがき。まあ、プライベートのこと書いてるから見せられんけど、久しぶりにロシア語で書いてたから、正しいかどうか、あんまりわからん。こんな感じになった。めっちゃギリギリ。結局、一つのチョコレート入ってなかったけど。後で自分で食べる。で、今日選んだものの以外で、外国人もらったら嬉しいものはちょっと紹介したい。日本ってさ、サプリとかめっちゃ多いやん。ロシア人とか、まあ多分東ヨーロッパの人とか、日本のサプリ好きと思う。例えば、コラーゲンとか、ビタミン C とか、ビタミン B とかいろいろあるやん。なんかロシア産のサプリとかいろいろ売ってるけど、やっぱり日本と比べて質は全然ちゃうねん。日本の質はめっちゃいいし、飲みやすいし、飲んだら肌はちょっと綺麗になるから、めっちゃ人気やん。まあ私は今家にあんまりサプリないけど、一番おすすめのは、コラーゲンかな。女性ってさ、コラーゲンもらったらめっちゃ嬉しい。肌綺麗になるし、特にこの資生堂のコラーゲンは味はまずくないし、アススルファムは入ってないから体に悪くないやん。まあ私は今回はもう入らないから送れないけど、もし皆さんはロシア人の友達とかヨーロッパ人の友達とかおったら、ぜひこの白いコーナー送ってみてください。ちなみにこれ案件じゃないから1円でももらってないから、全部本当に自分で好きなやつしか選んでない。お金くれやん。プロモーションしてるから。この動画見てるメーカーさんおったら、ぜひ、案件待ってます。やはは。で、最後は逆に、もらったら嬉しくないやつは、使い方わからない日本のもの。例えば、私は大学で勉強した時、日本人の先生から、だしのパックもらったことある。で、その時これもらって、だしって言われたけど、だしって何？って思いながら家に持って帰ったけど、説明も何もないままもらったから、全然作り方とか何もわからんかったから、結局半年か1年ぐらい家にずっと置いといて捨てた。私は半年ぐらい出汁は家に置いてたから、家から出汁取ったみたい感じや。主の出汁の使い方知らまま家で出汁取ってん。なんやそれ。私は昔に店で初めて耳かき見て、これは関西紙と思って友達に、これってさ関西紙やろ、可愛いな、買おうかなって言ったら、友達は爆笑してたん。だから日本人からしたらもう当たり前のものやけど、外国人からしたら何やそれって思ってるものいっぱいあるやん。まあ私の場合、出汁と耳かきやった。だから私は個人的にこういうものはおすすめしない。はい、そんな感じで、日本のこれあげたら外国人は喜ぶんちゃうというテーマでした。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ。ディアナチャンネルのファンクラブ作りました。毎月の限定動画、非公開の X とインスタ。あと、普通の動画では話せないような裏話とか、いろいろやります。詳しくは概要欄をチェックしてね。にゃはは。